はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。幼児教育系ですね。年中さんまでにできていなければいけないこと、その1、椅子に座っていられるかです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もしかしたらね、動画見てる方の中には、そんなことって思ってる方もいるかもしれないし、うちの子できるかしらと思ってる方もいるかもしれない。そう、だから、はい、年中までにというか、例えば1歳から2歳までとか、うちも仲良し教室2歳から3歳までっていうのは別に机に座ってはやらないんですよ、床っていうかね、その床のところで、座ってやったりするんですけど、それはまあ、子供って2歳なんてまだ背も低いから、子供となるべく同じ目線に立つには先生も椅子に座らないという、それで、寝っ転がるは悪いけどその中でいろいろと、色を覚えたり指示行動したりっていうふうなことをするんですけど、3歳っていう年少の声を聞いた時から、必ず今度は椅子に座って机で何かをするっていうことをやるようになるんですね。はい、で結局小学校で何を求められてるかっていうと、立ち歩くことじゃなくて椅子に座る、まず座らないと授業が聞けないし、授業中に立ち歩かれてもしたらすごい学校は迷惑だしね。そうですね。っていうこともあるし、その立ち歩くか立ち歩かないかっていうのも、なんか意外と3歳児健診とか、はい、そういうので盛り込まれてるのかなっていうのはちょっと感じたことがあるんですね。で、だいぶ前なんですけど、ある子が3歳児健診を心配して、うちに2歳ぐらいから来てたのかな、でも確かにその気がある子であれだったんですけど、2歳から3歳でかなりそれは網羅したんですけど、でもいよいよ最後の3歳児健診ってなった時に、そのどうやって向こうも椅子に座ってるかって判断するのかなと思ったら、ある人から聞いたんですけど、目の検査だって言うんですよ。目の検査とかって、見えますか見えませんかって言って、こう近いばっかりじゃないじゃないですか。3歳ならある程度遠くが見えるかって言ったら、やっぱり子供は椅子に座ってやる人を離れていくじゃないですか、そこでついてきちゃう子がいるんですって。ああ、椅子にずっと座れなくて、そう、先生がこうやって後ろに下がっていくから一緒に来ちゃう、子供も一緒に行っちゃう。でまた検査するから座っててねって言って、先生がどこまで見えるってこうやって後ろ下がってまたついてくる、要は座ってられないっていう、それはどうもね、チェックがつくみたいなんですよ。じゃあ単に視力だけじゃなくて、他のところも評価してる可能性があるんですね。そう、だから当時いろいろと3歳児健診を研究してるんだ。そう、じゃないとそこ通らないと、やれどこ行けやれ言語行けやれ領域行けで、こう始まると別にいいんだけど、親も仕事してたり大変だと、どうしてもね、治らない子はしょうがないかもしれないけど、ある程度やってみてもいいのかなと思って、それから3歳児健診の2週間ぐらい前か3週間ぐらい前から始めたんですよ。犬の待てと同じですよ ね、 そうですね、椅子に座って、いい、そこから動かないでよ、はい、見える見えるって私がだんだん遠ざかって、最初はくっついてきちゃうんですけど、ダメ、そこずっと座っててねって、ちょっと待てな世界ですね。そうなんです、でやってるうちにそれができるようになって、無事通過したんですけど、でやっぱりなんていうのかな、ちっちゃいうちはまだそう立っちゃって可愛いなんて言ってる場合じゃないんですよね。やるべきことをやる。だから例えば10分ちゃんと座ってられるとか、でやっぱりね、次にそういう子にとっていいのは何かなって考えて、やっぱピアノですね。そうですね。私は考えました。そういう立ち歩く子に、やっぱりピアノを勧めるんですよ。はい。すると芸術はどうかって言ってもそこまで。早くから始めれば才能が開花するって、そういう意味じゃなくて、とりあえずうちの場合だと30分、短くても20分は必ず椅子から立たないと。それでその上でその先生が指さした場所の音符を読む、
音符を読んだらその場所を弾いてみるとか、うん、そういうことをやると意外と子供って座ってられる。だからやりたての子って結構その入りたての子とかって結構ピアノやってもお尻ムズムズ動いちゃったりとかありますよね。降りることもありますしね、うんうん、出て部屋から出ていくことはないにしても、ね、とか途中で物触ったり、うん、すごい子がいて、はい、あのまあ、うちグラウンドでレッスンしてるんですけど、はい、なんかこう蓋がこう開けると蓋に映るんですよね、はいはい、自分がね、はい、それが面白かったのか、はい、4歳の頃だったかな、立ち上がってで、うん、自分のシャツがピカチュウだったんですけど、はいはいはい、それをこうやってピアノの合間にこうやってね、あのなんか、そう映して、うん、面白いなと思ったんじゃないですか、はいはい、それを永遠にやって最後にとうとう先生が切れて怒って、はい、で、もうそんなことするとね、そこのピカチュウ切っちゃうからねとか言ったら、うん、次の日何着てきたと思います、次の週。え、なんだろう、何着てきたの。何にも模様のついてない黒い T シャツ。でもその子は、うん、まあ、ピアノも好きだったっていうこともあるし、うん、音感も良くて、うん、でそれからピアノは座ってたの、はい、もちろんそういうすごい2歳とかで立ち歩いてたんですけど、うんうん、もうそこからだんだん、うん、まあ、ピアノの時間は座ってられると、それが年中時代だったんですけど、それでもまあ落ち着きはしなかったんですけど、それでもまあ少々は立ち歩いてるんですけど、うん、まあ、やっとそれがなくなっ、うん、まあ、やったら怒られるからね。抑えられて、ええ、で、いよいよ年長に上がった時、私たちの授業では立ち歩いたりとかしないんですけど、はい、その当時、学校の説明会に子供を連れてきて、あ、はいはい、でなるべく連れていかない方向にしてたんですけど、でも先生、連れていかないと説明会に行けないんですって、そりゃ困ったわねって、もうそれで言い聞かせて言い聞かせてね、はい、それでも走ったり廊下を走ったりとかそういうことするから、まあ今度はね、私の目の届かないところでもちゃんとできるかどうか、うんうん、もう相当私たちも言って、ね、でとうとうもう親が絶対ね、この学校は、まあ、距離的にも受けられそうもないっていうところの説明会に行って、もちろん子供連れてってね、はい、うん、それちゃんとやるかどうかっていう、はい、まあその駆け引きが大変でした。なるほど。でも最後はどうなったかっていうと、はい、まあ見事に、うん、私学に、ね、結構な倍率のとこも入ってるし、うん、入ったんですけどね。今もね、頑張って通ってますからね、うん、まあその後も少々お里は出てるけど、まあでも入れていただいたわけだから、う、ね、もう絶対学校でやるなんていうのはまたね、うんうん、再三私たちは定期的に締めつつというか、ね、締めてるんですけどね。はい、でもやっぱり学校側も、うん、すごく気にしてくれながら対応してくれてるからね、うん、ありがたいことですよね。ありがたい学校だったなと思って今奮闘中なんですけどね、うん、だからそういう立ち歩いたりとかおかしい行動っていうのはだいたい見てると2歳ぐらいで分かってくるんですよ、うんうん、この子ちょっと動きがありすぎるなとか、うんうん、でその時に気がついてすぐにこう、まあ、うちみたいな2歳児教室とかそういうところに入ると、うんうん、ただ親と一緒じゃ意味がないんですよ。 ある一定期間親と離れた、親が見てたらやらないことも多いですしね、うん、いるときは伝っていられたりとかあるかもしれない、ね、そう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 、うん、だそれを1時間預かってやっぱりこういうことをしちゃいけないとか、うん、それこそ待ての練習したりとか、うん、座ってなきゃいけないんだよっつってできる限り座らせてっていうことを年少で志して年中でほぼ完成形に持っていって、うん、もう年中上がるときは立ち歩かないと、さすがに立ち歩かないですね。そうですね、うん、ということでね、そんなことと思われるかもしれない。ただ他のその、まあ、いわゆる勉強の部分とかよりもまず椅子に座ってられるかスタートラインとして、うん、これは家でも10分間ぐらい座ってられるかどうかっていう、うん、やっぱ10分座って例えば話を聞くとか、だからある学校なんかでも初日に本を、うん、まあ読んであげて、でスライドにこうやって出てくるわけですよ、うんうんうん、それでちゃんと受験生がみんな所定の椅子に座ってちゃんとそこに耳を傾けてるだろうかっていうのはすごいチェックするか、ここに。だから
学業というよりもまず椅子にきちっと座って勉強できあのものに集中して見れるかどうかっていうことは、うん、もうすでに学校でも見られてると思います。だから、まあ、ちょっとぐらい我慢できなくても一家が積み重ねちゃうと本当にひどいことになっちゃうっていうことですもんね。そうやって直しても、うん、小学校出たらたまにお里が出るからそう でもまたそこで言うけれども、うん、どこも入れないでね、うん、そういう状態になると、ね、やっぱり先生にはかなりいろいろ言われるけど、ね、うん、まあそういうだからそういう子ほどね私は私立が必要だと思うんですよ、うんうん、ものすごい ねその子供に対してもあったかい目で今見ていただいてるので、そうですね、そういう意味ではやっぱりおかしいなって気がついたらすぐに始めるべきだと私は思います。はい、ありがとうございます。さあでは教室からのお知らせです。小学校受験4つの選べるプライベート講座ということで残り3日間となりました。今週末ですね、飯田橋と、土曜日は浦和でやります。そして来週は西荻窪でもね行うんですけれども、まあ詳細はホームページ見ていただければと思います。画面に出ている4つの中からね、好きな講座選べますよということで、画面に年長対象って書いてあるんですけれど、別に年中さんとかでもね、こんなこと、今言ったお話もいいそうですね。子供が座ってらんないんですが、気になる話だったら、新助先生は何でも答えてくれると思うのでね。そうですね。はい、まあ、得ですよね、うん。ミニ面接も取れるし、はい、まあ、実力何したければチェックに、ね。これ、どれもね、この4つって、これから小学校受験に、を挑戦するにあたって、うん、どれもすごく大事なんですよ、うん、個別レッスンっていうのは全てが個別でいいかっていうと、うんうん、やっぱり子どもにとってわからないところだけを個別でやるっていう、うんうん、だから今私たちもサービスレッスンっていうのをやってるんですけど、少人数ですもんね、2人とか3人とかだと、うんうん、もう2人だったらじゃあ私1人でできる方はやっぱりできないんですよ、うんうん、で昨日なんか3人だったからもっとできないんですよだから、はい、やっぱり授業じゃないのでね、サービスレッスンっていうのはそのこれからのレッスンとか授業に向けてちゃんとできるだろうかっていうためのサービスレッスンなので、もう昨日はもう1人に1人ずつつきましたよね。手厚かったですよね。昨日手厚かった。その先生いっぱい、うん、やっぱりみんな進路が違うから、うん、そういう時はできる限りやったり、はい、1人がパズルをで、やっぱりパズル的なこともやってるので、うんうん、だからどれも個別レッスンも大事だし、特に他塾に行ってらっしゃる方は実力チェック、うんうん、一体うちの子はどこまでできるんだろうとか、何がたこれはこれから夏乗り切るにはすごい大切なことだと思う。課題を明らかにしておくことが大事ですよね。で、ミニ面接なんていうのは、ね、うん、まあ東京はまだ11月だとかって安心してられるんですけど、まあ遡っても面接は10月ぐらいが東京メインなんですけど、うんうん、実は関西とかそういうところ猛烈早いんですよ。関西とあと埼玉も早いですからね。早いです。だからそういう方は、まあ、今一回やっといて何が自分ができないのかなとか、うんうん、ね、あこういうことは言わない方がいいんだなって早めに分かっておけば対処ができるけど、うんうん、これじゃダメなんだっていうような願書を自分がいいと思って書いてると、うん、それを何個にも出したらとんでもないことに、本当ですよね、そうどこもかしこもちょっとこの願書って言われちゃうから、うん、やっぱり今のうちに書くべきことと書いちゃいけないことっていうのは考えた方がいいのと、あとまあ小学校受験に対してどうやって、はい、まあ、行きたい学校があったとしたら、うんうん、どうやってそこに向けていくかっていうのは、うんうん、すごく大切かなと思いますね。本当にこの何年もね、僕は関わって11年目ぐらいですけど、もう毎年のように思うのはやっぱり戦略がかなり大事なんだなって、この子だったらもっといけたはずなのにみたいなことも時にあるじゃないですか。そうですね。だからやっぱり親御さんだったり教室のアドバイスもそうだけど、その選択肢一個一個が合格の数にもそうだし、その巡り合える学校にもつながってくる大きな影響があるんだろうなっていう。そうですね、だから他の教室にいらっしゃる方でも選べる4つのプライベート講座っていうので、また多分何回かやると思うんですけど、まあまず私がやろうかなと思うのはやっぱり実力チェックテスト、はい、それは別に偏差値がいくつとかじゃなくて、あこういう問題の時に聞いてないなとか、目で見て答えてるなとか、全然チェックして数えてないから数え間違いをするとか、だからそれはこういうふうにやった方がいいと思うよっていうことを早めに分かっておいた方が
これから夏に、で夏ぐらいになったら、今度はまた開いてもらったらミニ特別、そういう相談とか面接とか、あとはここができないんだけれどもここを見てほしいという個別レッスンだったね。8月から由美先生バージョンも考えてみてもいいかもしれない。そうですね。あのずっといますもんね。ずっといるから、あのあの何レッスンと授業のためにサービスレッスンと授業のためにもう私は体力を養ってるんですけど、はい、でもさすがにね今回、あのお預かり勉強いつからやるかっていうことをすごく揉めてて、で私ともちろんの先生なんかできる限りねもうちょっと遅くにやりたいと思ったんですけど本当はね、そう本当はね、今年は海の日が早いんですよ、なんかねやたら早いですよね。どうしようって話になって、で別に一周ずらしてもいいんだけど、でもそうやったことによってね後々後悔してもなんだから、そのもう一人の先生も先生やりましょうって言ってるし、そこやらないとまだお預かり勉強私がやらなきゃいけないんだけど、もう先生私一人でギブアップですって言って今、はい、じゃあやりましょうっていうことでうちはもう海の日から、あの正式なお預かり勉強をやる体制に今入ってるんですよね、はい、そうなんです、はい、はい、ということでね、まあ、フレンドリーももうフレンドリーなんていつもさ、はい、あのミニチェックリミニチェックテストはしてるわさ、全部やってますよね、個別はやってるわ、面接相談はしてるし、はい、相談もやってるし、そうですね、この4つがいつも私たちは随時やってるから、はい、だから入会されるのが一番お得っちゃお得なんですよね、まあ、そうですよね、もうだって面接練習も授業、はい、あの込み込みですからね、入ってますしね、本当にもうあの内部生に関しては手厚くしっかりねサポートしていくという体制はありますからね。今日なんかもうほら早く受ける人がいるから、はい、受験写真を撮りに行ってるんですよ、はい、でそうか写真の選定とかもね、内部生ですからね、見に行ってくださいって頼まれるから5時に私たちはもう、はいはい、私は写真屋に行かなきゃいけないと。なるほど、あ、受験写真の話も今度していいかもしれませんね。そう、大切なんですよ。親御さんがいいって思う写真と受かる写真が違ったりしますからね。違うんですよ、はい、今そこのうちの、あの専属契約してる写真館が2所にあるんですけど、あ、そうですね、ありますからね、まあそこで撮った写真で落ちたことはないですよね。そうですね、うん、はい、素晴らしい、あのそのなんていうの、その決まったはいこれ受験写真ですよっていうんじゃなくて、それぞれの個性を生かした、こうなんか本当にね受験にぴったりな写真撮ってくれるところと契約してるんですよね。そうですね、まあ、提携してるって言ったら契約っていう、うん、はい、すごく毎年もう何年になりますかね、もう長いですよね、 5,6 年経ってんじゃないですか。そうです ね、前の写真屋さんがねちょっと前の写真屋さんがうちの真ん前だったから見に行くの楽だったんですけど、うん、腰を痛めてしまって廃業しちゃったんですよね。そう、それどうしようかってうちの生徒が、のお母さんが、うん、先生あそこもいいかもしれないですよってポロッと教えてくれたところが、ね、とっても良かったですよね。そう、それからもう何年もね、で何枚もこう撮った中から、でそこもだんだん慣れてきてるから、うちと提携してるから慣れてきてるから、はい、どういう写真が受験に向いてるかって分かるみたいで、なるほど、じゃあ年々良い感じになってるわけ。だから有名なところで撮ることイコールみんな同じになっちゃうんですよ。だって何人も撮るわけじゃないか、うん、そうですよね。そうすると場合で受験写真見てもみんな同じように見えちゃうのが私も嫌なので、うんうん、やっぱりきちんと提携して、でこういうふうに子供、髪型も、髪型もやってくれるんですよ、あそこなんか、あのちょっとしたことは。でそれで髪型もやって、いろんな角度から撮るから一番手厚い、賢く見えるやつを撮るんですけどね。じゃあ先生これから準備しないとですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、あ、じゃあ最後もうちょっと待ってね、連絡先です、電話番号0333900750、ぜひぜひお電話ください、いらしてください、はい、さっきの4つの講座も直前ですけどまだ日程調整しますからね、あとね画面以外の日程でやってくれっていう人がいたら、あの調整しますから言ってください。はい、教室は引き続きいろんな話しますので、あのこれ話してとかやったらぜひあのコメントで教えてください。あのどんどんさ、はい、あの動画に反映していきますのでね。あとチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。